3月ね、ちょっとあ、これあれですけど、3月は、おと数字が伸びてるじゃないですか。そうなんです。1万9000再生ってことで、この月はね、一つ、傾向としては、ちょっと得意な例でになっております。1位が、3期鉄道の動画で、なんとこれが1万2000再生ってことで、多分、こういうの、あとはこういうのありますけど、単月で、一発で、一本の動画でね、1万再生を超えるのが出たっていう、初めてのやつになります。これもね、面白いのがね、この月に上げたショーツじゃないですよね、確か。こんな感じで、急にね、ある日突然、再生数伸びてきてるなと思ったら、あれ？っていきなり7000再生とかポンと入ってね、これ何かって言ったらね、この動画ね、確かにこれ地下での入ってたやつなんですよ。神山初新宮行き普通列車の旅って言って結構、サムネイズもね、頑張った感じになってくるし、ね、あ、なるほど、この動画が伸びたのかなと思ったらね、ついに来たかや、この動画ね、結構編集も力入れて思ったんでね、これはいけたるかなと思ったら、おー、見たの再生伸びたと思ったら伸びてる動画を見てみたら、これっていうところとかがあったりしました。行き先方向膜のね、くるくるっと手動で回すね、タイプなんですね。っていうのでね、どうやってなんですけど、これがね、なんならね、アスペクト比もね、設定間違えてね、狂ってて、なんかえらい縦長になっちゃっててね、あれあってな感じだったんですけど、そういうのも上げてしまうというね、それがね、なぜか知んないけど、こんな感じで、1万2000再生、1万2000個再生ってことで、時でね、どんどん伸びます。これね、特徴としてはね、本当に、ザっていう感じ。ぴゃって伸びたけど、もうすぐ伸びたかって見えますけど、伸びたのがね、実はね、8日、まあ確かにここでも400再生とかあったんで、あ、やっぱショーツは入るなぁと思ってたんですけど、まさかね、ここのね、1500個賞、ここなんか1週間以上経った時に、ある人とギャフンって伸びて、なんでって書いてあったりしますけど、それに合わせて登録者数もポンと、実は意外とこれ登録者数も増えてるんでありがたい話なんですけどね。なんかこの動画が伸びました。これね、警告としてこの時に感じたのは、なんかコメントが結構この動画ちょろちょろって入ったんですよね。それに、この辺とかしとったら、ある日急にポンと来たんで、結構コメント大事なのかなっていう感じはありましたね。っていうのが感じた動画でしたね。1万3000と、これが単体で1万再生を超えた初めての動画になるのかな。というところですね。実はこの動画とかもまだ1万再生はいってないんじゃない ?7400 とかでしょ。そういうことなんで、ちょっとショーツの勢いを一つ感じたところであります。で、これで、ね、霞がちなんですけど、実はね、これの連動して、実は、静岡の動画も関連動画からの視聴が増えて、760ということで、実はと、スコアハイは出してるっていうのも、一つ特徴としてあるのかな、というところですね。で、白いようの動画とかも店長に入っておって、まあ、そのあたりとかでちょっとね、隠れがちですけど、ちゃんと、郵便関係の動画っていうのをね、だって2020年に開けた動画ですよ。これがね、ちゃんとずっと再生を取ってるっていうのも、一つ特徴としてあるのかな。この、ですから2020年7月、8月に動画をした動画が、この時期は実はちゃんと足元固めてくれてるので、結果としてね、1万2000があったのは大きいんですけど、それ以外のところも含めて1万9000ということで、これが一応、この段階では、キャリアハイ。1万9000はキャリアハイになるんじゃないかなんですね。ということでございます。で、キャリアハイというか多分ね、もう、ネタ話をすると、これを超える、あるわ。どこで超えてる？あ、スカレーターが最後バズった時か、があるんで、あれなんですけど、もうこれがいわゆる、歴代2位かな。多分この2万再生のところが一番多くて、そうそうそう。今、2万再生の壁にはぶつかってますんで、ここをね、一つ超えれるような形で作りたいなっていうのはあるんですけど、1万9000という形で出しましたよっていうのが、3月の動画の傾向でございましたよということでございますね。では4月の動画をじゃあ次に見ていきたいと思いますと。